はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフの白夜王国編ですね。今回から、こちらをやっていこうと思います。まあ新しく出たファイアーエンブレムなんですけれども、白夜王国と暗夜王国の、まあ、2種類が出て、まあ、もう1種類あるみたいですけれども、まあ自分はとりあえずファイアーエンブレムのシリーズをねやったことがないので、白夜王国の方が初心者向けみたいな感じになってたので、白の方を、買ってみました。というところで、じゃあ早速やっていきましょう。最初から始めるでいいのかな、普通に。ノーマル、初心者、中級者の方に。ハード、上級者の方に。ルナティック、最難関を求める方に。ノーマルが一番下なのか。イージーとかはないのか。いやーちょっとねやったことないんで、ファイアーエンブレムシリーズは普通にノーマルで行かせてもらいます。お、ここからまた決めるのか。フェニックス、失った仲間はすぐ復活、絶対に死なないモード。失った仲間は次の章で復活、お手軽なモード。失った仲間は戻らない、じっくり考えるモード。そうですね、ちょっとまあファイアーエンブレムシリーズまあいろいろ読んでみたところだと、まあ結構前に出たシリーズだと、まあもう死んだら仲間は戻らない、死んだままっていうね、まあモードとかもあるみたいですけど、まあカジュアルでいきましょう普通に。あなたの姿を教えてください。なんだそりゃ。あ、男性か女性かみたいな。まあちょっと普通に男性でいきますか。小さい、大きい。あれ、こっちか。どうしようかな、もう普通に小さめでいくか。おしゃれ。ああ、なるほど。シンプル。まあ、普通の最初のこれでいいか。髪の色もデフォルトでいいでしょ。ハンサム。ブサイクとかあんのこれ。下に行くほど素朴か。いや、こいつなんかさ、精神病んでそうな目してんな。穏やか。元気。あれ、最初どれだっけ。なんかわかんなくなっちゃった。これでいいや。顔の特徴。タトゥーとかいらない。口調。口調なんてあるんだ。まあ普通でいいでしょう。なんかここら辺はちょっとめんどくさい。僕、何々だよって何これ。ちょっとわかんねえな。まあいいや、もうめんどくさいから、これで。デフォルトでいきましょう。名前はちょっと変えるか。英語になっちゃうけど。ミカミックス入らなそう。入らないので、ちょっと待って、どうしようかな。うわ、漢字とかあるんだ。まあいっか、なんだっけ最初の名前。カムイ。まあデフォルトの名前でいきましょう。通信によって送受信される可能性があります。ちょっと待ってね、カナで入るかな。このキャラクタークリエイトとかちょっとねめんどくさがる方なんで、あ、入りそう。カタカナか、すげえ新鮮だな。あんまりカタカナでこれ入れたことないんだよね。あれ？誕生日？誕生日はどうしようかな。実はね、誕生日12月31なんですよ。長所。運がいいとか何？短所、運が悪い。あ、これあれか。反するものは選べないのか。長所どうしようかな。力持ちとかだとなんか、パワーファイターになりそうだな。じゃあちょっと力持ちにして、力持ちにして、暴走しがち、病弱。すげえな。怠け者。ドジ。鈍感。なんか全部嫌だな。短所は。鈍感って素早さ遅そう。いや、頭が悪いのかな。運が悪いっていうのもなんか嫌だしな。打たれ弱いってすぐ死んじゃいそうだしな。病弱でもな、なんだんだ。どうしよう。じゃあ鈍感にするか。性質、騎士、重装騎士、温泉士、傭兵、盗賊、侍、
鬼人すげえ強そう。槍呪い師ってなんだよ危ねえな。天魔武者とかかっこいいんだけど、竜騎士もいいね。でも竜騎士だとなんか槍使いとかの方がいい感じがしそうだけどな。薬商人とかって強いのかっていう感じだよな。まあ、主人公なんで、主人公が盗賊ってなんだよって感じだけどね。じゃあちょっとかっこいい感じにするか。天魔武者はちょっとかっこよすぎるから逆に。そうすると、ま、騎士とかがいいのかな、デフォルトの。とりあえず騎士。デフォルトの騎士でいきますか、じゃあ。データを受信しますか。まあ、はいにしとくか、一応。いつの間にやらプレイ。はい。まあ、もしこれ白やって、クリアして、黒をやる機会があったら、もう少しキャラクタークリエイトを変えていきましょう。無償ってなんだ、無償って。序章とかじゃないんだ。しかも題名をちょっと、読めなかったな。オープニングが始まりましたね。これはまあ、ちょっと、オープニングとか会話は、なるべくスキップしないで、ほんといきなり入水自殺か。やっていこうと思うんで。もういきなり、その手が開く明日は。おお、一気当選かこいつ。我こそは白夜王国第一の王子龍馬。暗夜軍の将よ、一騎打ちを所望する。暗夜王国第一王子マークス、一騎打ち受けよう。我が剣の露と消えるがいい。もうこいつ暗黒属性。さっきのやつ雷属性だったの。いや一騎打ちじゃねえのかよミカミックス。敵を倒すんだ。は？俺どれ？おお、あ、やられた。かわされた。弱っ。おお、間に入ってくれた。援護防御だ。え、いきなり？いや、ダメだろ。ぼんやりしていたようだが、すまんすまん。落ち着くんだ。心配はいらない。私たちがついている。兄弟みんなで力を合わせれば、卑劣な暗夜軍などに負けはしない。さあ行こう。いきなりかよ。ちょ、わかんねえんだけど。ユニットにカーソルを合わせ、A ボタン。ふんふんふん。今勝手にやってますね、これ。さあ、行くぞ。攻撃をするんだ。どれが敵だよ。これか。暗夜兵、聖堂の斧。命中率 100%。ふお、完全に山賊だな。聖堂の剣、これ騎士だからな。普通だな、かなり。14、微妙に倒せない。うわ、結構食らった。あ、2回攻撃した。1回ずつじゃないんだ。経験値36、結構手に入れたな。エネミーフェーズ。あれ、なになになに。暗夜の王子よ、なぜこの白夜に攻め入った。知るか、そんなもん。これまでの卑劣な策も貴様の差し金か敵に語る言葉は持たぬ。降伏し支配を受けよ。さもなくは死ぬがいい。なんだ、どっちだこれ。どっちが悪者なんだ。めっちゃ食らったんだけど。おお、連続攻撃だ。これ何、ヒットポイント今5と8だと。橋が壊れてる。どうしよう、マックスお兄ちゃんのところに行けないよ。誰でマックスって。安心なさいな。私たち王族を拒むことは誰にもできないのだから。姉さん、龍脈を。え、いや、これ会話カットしてるわけじゃなくて、
もうそもそも最初の言葉しか発してくんないんですよ。すごい。もう最初のすごーいとか、もう川がなくなっちゃったっていうのは多分もともと音声入ってないっすね。フルボイスっていうわけではないっすね。お前は戦いには不向きだ。前に出すぎるなよ。敵は僕と神田姉さんで殺す。直接的だな、殺すって。川が干上がった、これは敵の流脈みたいだね。敵の王族が近くにいる。気を抜くな、気を抜くな、ミカミックス。彼らは危険だぞ。イエス。はや、いっぱいいるな。叩きのめしてやる。うわ、俺どっち、左？オッケーだ。もういっちゃう。弱くね？ちょ、まずいよ。いっぱい来た。白夜王ガロン様のご命令だ。白、違う、アイヤ王ガロン様のご命令だ。白夜兵どもを叩き潰せ。おうおうおう、俺どうすりゃいいんだ。戦況を確かめる。匠、さくらはミカミックスのそばに。頼りねえこいつら。しっかりしなよ。そんなこと言われてもね。敵アンヤの王族は強い。僕たち兄弟が力を合わせないと。今は協力するよ。僕に指示があれば何でも言ってほしい。兄様。俺兄様なんだ。お怪我をすぐに私が治して差し上げます。こいつ僧侶っぽいな。そうすると、え、なになになに、そうなんだ。これも戦闘シーンみたいになるんだ。おお、いっぱい来た。いきなりちょっとキャラが多すぎだな。我ら白夜王国を守るのです。お、なんか来た。一般兵じゃんこいつ。どっから来たんだよこいつ。副兵か。さくら、お前は戦えない。そこで身を守るんだ。さあ、お前たちの出番だ。二人で協力して敵を倒すんだ。うんうん、こいつ動かせんのかな。いいか。うん、僕の武器は弓だ。弓は離れた敵を一方的に攻撃できる。僕が先に攻撃し、他の誰かがとどめを刺す。それが戦いの基本だよ。なるほどね。これ何、どうすればいいんだ。攻撃でこいつサポートするよ。くらえ、やめるんだ。弱っ。攻撃4。あー、多分あれだな。頑張ってください。サポートだったから弱いんだな。武器の相性が悪いです。マジで。もういいや別に。あとヒットポイント9とかだった気がする。1だった。急ごう。弱い。うまくいったね。レベルアップしろ。まだアップしないか。ステージクリア。なんだかわけがわからんうちにクリアになったぞ。よし、素晴らしいぞ。兄弟の絆の力だな。すごいです。ありがとう、ありがとう。誰かさんの指示が良かったおかげかな。誰か指示してたか。この戦争も勝てるかもしれない。僕たちが力を合わせれば。さあ、そもそもなんで戦争してんのこいつら。全くもって分かんない。兄様、あれ、お前戦ってたじゃんさっき。決着つかなかったのか。敵の新手が来る。お前たちはその相手を頼む。ミカミックス、火の花と共に砦を、じゃなくて皆を守ってやってくれ。無事か。よかった。さあ戻ってこい。お前がいるべき場所はこちらだ。させるものか。何させるものか。ミカミックスは白夜の王子、俺たちの兄弟だ。黙れ。ミカミックスはアンヤの王子、我々の兄弟だ。どっちだよ。で、まあ白夜を買ってるんで白夜に行くんでしょうね。これでアンヤを買ってるとアンヤに行くっていう感じか。生きていたのね、よかった。白雲強いね。もう人が多すぎてわからん、マジで。何を言う。ああ、アンヤにさらわれたの。私の弟だ。へえ。どっちだよ、マジで全然わからん。ストーリーがいきなりわからん。騙されるな。これは
暗躍してるやつがいそうだな。暗夜と白夜の他に。お前は俺たちの大切な家族だ。戻ってこい。戻ってこい、ミカミックス。また兄弟一緒に暮らそう。ミカミックス。ミカミックス。人気者だな、俺。引っ張りだこじゃないか。なんか言ってんな、そういえば。え、なんだよ。アンヤの同胞。アンヤ王国、北の城塞。カリオストロの城みたいだな、これ。てっぺんが。朝ですよ。イエス。おお、メイドちゃんに囲まれてる。朝ですよ。勝手に人の部屋に入んじゃねえよ。うお、いっぱいいる。超ビップじゃねえか。こいつ鎧着たまま寝てたの？鎧かこれ。なんだ、フローラにフェリシア。まだ夜中じゃないか。騙したな。良いですか。ああ、外は暗くとももう朝です。本日は訓練の日でございますぞ。アイヤ王国は暗いのかな、常に。こちらに訓練用の武具をご用意してございます。一応自分セリフじゃなくてボイスはあるんですね。あ、そうか。でもまだ眠気が。寝かせてくれ。そうですか。え、なんかやばいことされそう。では起こして差し上げます、フェリシア。はい。はいじゃねえよ、はいじゃ。ぶん殴られそう。おお、なんだ。おお、ブリザードか。冷た。起きる。今起きるから。いや、やっぱ鎧着てるよな。甘く見てはいけませんよ。私たちは氷の部族の出なのですから。わかったわかった。あの夢の続き見たかったな。ほう。夢ですか。どのような夢をご覧に。夢の話なんて面白いか聞いて。それが変な夢だったんだ。知らない人たちが僕のことを兄弟だと言っていた。僕の兄弟はこのアイヤ王国にしかいないのに。あの。話をはぐらかしたな。夢のお話なら後で聞いて差し上げますので。いってらっしゃいませ。マークス様がお待ちかねです。これセリフを合わせるのが大変だな。いっそのことならもう部分的にフルボイスにしてもらうか、喋らないところは喋らなくしてもらうか、どっちかにしてほしいな。うわ、やられた。マジこれ虐待だろ。さすがだね。さすがだねじゃねえよ、お前ふざけんな。寝てばかりのミカミックス兄さんじゃアンヤ最強の騎士にはかなわないね。お前馬乗ってんじゃねえか、ずりーぞ。終わりか。俺は確実にこれは武器の性能の差だろ。お前の力はこんなものではないはずだ。剣を握り立て、アンヤの戦士として。兄さんずるいよ。いいか、今日私から一本取れなければお前は生涯ここを出られぬ。なんだよそれ、マジ虐待じゃねえかよ。行くぞ。来い。外の世界を見たいなら私を倒し道を開け。お前の力私に見せてみよう。戦うの？始めるぞ。私からは攻撃を仕掛けぬ。さあかかってくるがいい。敵将撃破。レイヤーフェイズ。とりあえず移動するか。いいのかなこれ。正面とか横とかあんのかな。いけねえじゃねえかよ。なんでこれ青いとこしかいけないの。なんで赤くなってんだ。じゃあ待機で仕掛けてこないって言ってるから、なんだろうな。正面から攻撃すると命中率 99%。 あ、一応なんか予測ダメージみたいなのは出るんだな。2発食らったら死ぬじゃんこれ。じゃあ後ろから行くか。どうだ、後ろから奇襲を仕掛ける。変わんねえし。なんとなく後ろから行くか。お前に足りないのは勇気と敵意だ。私を殺すつもりで切れ。違う、俺に足りないのは馬と武器と防具だ。全てがお前に劣っている。いいって。てかさ、死ぬでしょこれ。どうすんの。うっ、やばい。深手を負ったか。7番。
追い打ちしてくんの。なんだなんだなんだ。これは龍脈。我々龍の血を継ぐ王族の力だ。大地に宿る龍の力を見出し、解き放って大地を変える。ミカミックス、傷を癒し、また挑んでくるがいい。え、ちょっと遠く行っちゃったよ。いけねえし。余計にターンを使ったな。これターン長くなるとなんかペナルティアとかあんのかな。ヒットポイント回復します。あ、結構回復する。少しは癒えたか。ではミカミックス、来るがいい。これ完全にさ、回復させては殴って、回復させては殴ってって卑劣な兄貴だな。くらえ。あと4。これ次ゴリ押すんじゃん。回復するまでもなくとか言って死んだら嫌だな。レベルアップ、どれくらいアップした。1、1、1。少しだけ強くなれたみたいだ。ヒットポイントが1、素早さが1、守備が1。マジかよ。全然強くなった感じがしないんだけど。じゃあ攻撃しよう。もういけるっしょ。 99% だって外したらよっぽどひどいゲームだよ。くらえ。よーし、大したことねえなこいつも。馬に乗ってる割には見事だ、ミカミックス。おお、結構経験値持ってんな。ステージクリア。ターン6、 MVP なし。これは一生一マップって感じかな。ファイアーエンブレムはちょっと分かんないけど。見事だ見事だ、ミカミックス強くなったな。さっきそんなこと言ってなかったじゃん。マークス兄さんのおかげだよ。いや、お前の才能だ。才能なんて言葉で片付けんなよ。めっちゃ努力したんだよ俺は。いずれお前はこのアンヤ王国一の剣士になるかもしれないな。そんな、まだまだ僕なんか。いいか、私はお前こそがこの闇に包まれた国に光をもたらすものになってくれると信じている。兄さん。兄さん、まったく。剣の腕で強さの全てが決まるわけじゃないだろう、兄さんたち。レオン。レオン負けず嫌いだなレオン。お前には類稀な魔導の才能があるんだ。そこを極めればいい。それで兄さんが僕を認めてくれるならね。あ、そんなことよりレオン、なんか後ろから人が来てるぞ。そんなことって大事なことじゃ。方位が裏返したよ。え寝起きだなレオン。わかってたら早く言ってよ。すまんすまん。だがそういう愛嬌のあるところがお前の一番の長所でもあるんだ。そうだね。あれ、どこにいるんだこいつ。これさっきの違うな、メイドさんたちじゃねえな。顔覚えてないけど、もうメイドの。訓練でどこか痛めてない？痛いところがあったら言ってね。私が解放してあげるから。こいつも僧侶系か。大丈夫だよ、お前の力などいらん。心配してくれてありがとう。お兄ちゃん、私も心配してたんだよ。心配するだけじゃ何にも出ねえよ。なんかいい武器くれ。分かってるよエリーゼ、お前はいつも来てくれるじゃないか。エリーゼ美味しいっすよね。嬉しい？来てくれるだけだと別にいいんだけど。僕はこの北の城塞から外に出られないから、お前に会えるのが楽しみなんだ。わーい、私嬉しいよ。別に嬉しくないけどな。こいつ鎧着てないか。大好き。鎧着てるのによくこんな飛び回れんな。まったく。あら、でもこの子の明るさがこの国の救いでもあるのよ。そんなわけねえだろ。みんな、どんだけ暗い国なんだよここ。僕もみんなのことが大好きだよ。記憶にない幼い頃からずっと外へ出られず生きてきた僕を支えてくれてありがとう。なんだこいつ、記憶ないのか。ねえ、あなたに大事な話があるの。お父様があなたを城に連れてくるようにって。え、じゃあこの北の城塞を出られるのよ。今までずっと閉じ込められて寂しかったでしょ、かわいそうに。でもあなたもついに自由になる日が来たのよ。よかったね。うん、ありがとうエリーゼ、僕もやっとここを出られる。兄さんたちのように戦士として国のために戦うんだ。では
早速出発の準備をしよう。お、こいつメイド？右にいるのはメイドっすね。おめでとうございます。またキャラがいっぱい出てきてんな。外にお出かけになられるのですね。ギュンターさんの言いつけで厨房係の私もお供をさせていただくことになりました。ありがとう。で、厨房じゃなかったか今、漢字間違えたか、うん、馬の酔いは？はい、できております。あの子たちミカミックス様にとてもよく懐いて、ミカミックス様はいつもあの子たちみんなと仲良くしてくださってますから。そうね、とても優しい子だもの。そうか、いつだったか怪我をした小鳥を助けてあげたこともあったわね。はい。あ、なんだか浮かない顔だね。いいえ、うん、お兄ちゃんはリリスは寂しいのよ。え、寂しいってリリスも一緒に行くのに。お兄ちゃんを独占できなくなるからに決まってるじゃない。もともと独占してたか。リリスったらお兄ちゃんのこと大好きなんだからね。これは恋の予感。お前たち用意はいいな。父上がお待ちだぞ。うん、いいな。あ、こいつか。ギュンター、フローラ、ジョーカー、あとのことは任せるぞ。私とフェリシアはミカミックス様と共に行く。しばらくの間この城塞を頼む。はい、ルスは私たちにお任せください。いってらっしゃいませ。ミカミックス様、どうかお怪我などされませんよう。わかった。それじゃあ行ってくるね、フローラ、ジョーカー。めっちゃ大事にされてんなこいつ。お、ここでとりあえず次第2章に行きそうだから、とりあえず初回ですね、無章と1章終わったところで、今回終了してまた次回やっていこうと思います。